ないの？あいつなら、なんか大事な用事があるって出てったぞ。メリオダス様が？そう、何事もなければいいけど。そう睨むなよ。久々の挨拶がてら話をしに来ただけだ。する話などない。あるのはメリオダス、お前への怒りと四種族への復讐心だ。つれねえな、ゼルドリス。兄弟だろ、話ぐらい聞けよ。聞く耳持たん。蹴りをつけるぞ。暇つぶしだな。油断したぜ。ゼルドリス、戦争はとっくの昔に終わった。今じゃブリタニアはすっかり平和なもんさ。だけどお前らがまだ3000年前の続きをやろうってんなら、俺と7つの大罪が全力で叩き潰す。話はないと言ったはずだ。話じゃねえよ、忠告だ。もういいな、団長殿。おい、聞いたか？ほら、例の噂だよ。夏には勝ったらしいが。
事に巻き込まれるのはごめんだぜ。戻ったぞ。やっと帰ってきたのかよ。一体どこ行ってたんだよ。エリザベスちゃんを待たせやがって。いいのよ、ホークちゃん。でも本当にメリオダス様に何事もなくてよかった。安心しろよ、エリザベス。たとえこの先何があったとしても、絶対に戻ってお前を守るさ。はい。準備はいいな。